こんにちは。今日はチベット問題についてまた話をしたいと思います。チベット問題を支援してくださる方々の中にはいろんな動機でチベットと関わった方がおられると思いますけれども、その中にはもちろんそのチベットに何が起きたかということを一つの教訓として、それを日本の皆さんに伝えることによって、日本がそういうことにならないように、ということでチベットに関わっている人も当然います。で、私の同胞のチベット人の中には、あの方は日本のためにチベットをやってるからチベット支援でないというようなことを言う人もいます。でも大事なことは、多分私が思うには、そのチベットの問題に関して、例えばその中国に代わって、支援という名のもとで、自分たちのやりたい方向に、チベットを誘導したり、することは、僕は逆にチベットの問題を、あるいはチベットを利用することだと思います。本当の支援というのは、チベット人がやりたいこと、チベット人が訴えようとしていることをそのままその訴えるための媒体を提供したり、あるいはチベット人が目的としているものを達成できるように力を貸すということが多分支援だろうと思います。しかし、だからといってチベット問題にそれ以外の人たちが関わってはならないことは全くないと思うし、でむしろ私はやっぱり純粋に自分自身のアジェンダを持って、例えばそのチベット問題を通して日本の人たちに、そのチベットを侵略した中国という国の本質的なそのことに、国家のビヘイバーについて、日本の皆さんに訴えようとするような意図を持っている人も、これはこれでいいのではないかというふうに思います。で、なぜならばチベットが現在、中国の植民地化されて、そして現在はその中国による同化政策もどんどん進んでいるわけですけれども、しかしその中国の感触というか触手はもう日本にも伸びてきているということも言えるのではないかと思います。中国では1949年から革命、毛沢東は当時断続革命ということを主張していました。つまり、その中国がかつて、一番その中国が栄えている時に間接的直接的に影響を及ぼした全ての領土が中国の、まあ、彼らが言う我が祖国の正当な領土であるという主張を持っているわけです。そしてその全ての領土を取り戻すことが、まあ、少なくても今の中華人民共和国の一つの大きな目標であり目的であるわけです。そしてその中華人民共和国が言う大きな目標目的の中には、現在日本の固有の領土として日本が支配している部分なんかも含まれている。で、そういうことを見てみると、やっぱりそのチベット問題を通して、日本が何を学ぶべきか、そして、日本の人たちにそのチベット問題を通して自国の防衛、について知ってもらいたいという動機は決して悪いことではないというふうに感じております。現在、マスコミ等によると、もう中国はGDP だけではなくて、軍事的にもですね、あるいはその科学技術面においてもやっぱり日本を追いつくと追い越すところまで来ているということです。
しかも中国の場合には一党独裁ということで、上で決めればすぐ下まで、すぐ伝達され、そしてそれが実行できると。民主主義国家の場合にはやっぱり誰かが決めても別のところが反対したり、そういうもので、まあ、なかなかスムーズに伝達もしないし動くも鈍いですけども、中国の場合には現在、共産党の看板は下ろしておりません。そしてもちろんその共産党の看板を下ろせないといってももはや中国は共産主義を実行しているのではありません。決して共産主義国家だなと思ったら間違いだと思います。中国の今あるのは独裁国家であり、そして、利権のみによってその集まった集団の利権集団が中国を、まあ、現在運営しているというふうに思った方がいいと思います。 ですので私はむしろ日本の皆さんもチベットを支援するということ、チベット人がやりたいことを可能にするための力を貸すということも大事だけれども、同時にそのチベットから自分たちが何か学ぶことがあるということで接触することも、また協力することも大事ではないかというふうに思います。何かのその皆さんの参考になれば、やっぱりチベットの1959年から今日まで亡くなった人たち、100万を超えるわけですから、その人たちの尊い命が他の民族の幸福に貢献することもあれば、それはそれでまたその尊い犠牲は無駄にならないという意味にもつながるんじゃないかと思っております。以上です。今後とも一つチベット問題にまたご協力お願いします。Yeah.